ねえねえ、ここにお菓子がたくさんあるの？ああそうだよ、ここの扉を開けたらお菓子がたくさん待ってるよ。さあさあ入って入って。はい、お菓子お菓子。あのすみません、お菓子ください。あらあら、かわいいお客さんいらっしゃい。私ね、お菓子より甘くておいしいもの知ってるの。それは何だと思う？お菓子より甘いもの、そんなのあるの？あるわよ。それはね、あなたたちみたいな子供や赤ちゃんがとっても甘くておいしいの。さあまずは体をきれいにしましょうね。さあさあドレスに着替えて、世界一のお姫様踊りまし。みんなで手遊び楽しいね。手遊び楽しいっていうか、目痛えないんだけど。お部屋の中は涼しいから、お外みたいに暑くないしね。みんなエアコンさんの風に当たりすぎたら体が悪くなっちゃうから、お日様にも当たりましょう。さあ今からはお外で遊ぶ時間です。先生、お外で遊ぶのやだ、暑いもん。暑いのやだ、お部屋がいい。ダメよ、みんな暑さにも多少慣れとかないとお外に出られなくなるわよ。先生、暑かったら病気になるって聞いたんですけど本当ですか？ああ、多分それは熱中症のことね。大丈夫、そこまでお外にはずっといないから。へえ、熱中症って言うんだ。サトシ君、レイの前で熱中症をゆっくり言って。え、どういうこと？ゆっくり言えばいいの？熱中症。みんなの前でそんなでもいいよ。どうしたの、レイちゃん？じゃあちょっと先生、お外の暑さ見てくるから少し待っててね。いいお天気。やっぱり子供たちはお日様の下で遊ばさないと。そうですね、やっぱり子供たちは多少日光を浴びささないと甘くならないですから。あら、こんにちは。どうしたんですか？今日はコスプレか何かの日ですか？ええ、まあそんなところです。年中この格好なんですけどね。スリーピングマジック。あら、なんだか眠くなってきたわ。姉さん、眠らしたよ。さっさと子供たちを連れて行こう。さすが、催眠魔法が得意なんだから。私はそういうの苦手だから助かるわ。ちょっと姉さん、先に行かないでよ。子供たちに魔法をかけるのはどうせ僕なんだから。だって早く見たいんだもの、今晩食べる子供たちの顔を。まあ美味しそうな子供たち。皆さん、はじめまして。いきなりなんですが、今から私たちとお菓子のお家に行きましょう。たくさん美味しそうなお菓子があって、お部屋の中も涼しいわよ。もう姉さんたら、そんなのでみんながホイホイついていくわけないでしょ。子供だからって甘く見すぎちゃダメだよ。本当に行く行く。涼しいの最高。お菓子大好き。なんて欲望に忠実な子供たちなんだ。でも今から先生とお外で遊ぶ約束してます。あら、そうなの？でもね、大人になったら約束は時には破らないといけない時があるのよ。なんてことを教えてるんだこの人は。それに知らない人にはついてっちゃダメって言われてます。はあ、一人めんどくさい男の子がいるわね。ユーゴ、悪いんだけど魔法かけてあげてくれない？ほら言っただろ姉さん、子供だからってそんなホイホイついてこないんだよ。さあ君たちには今から僕たちのお家に来てもらうよ。転移魔法ワープボール。わあ、なになに、吸い込まれる。なに、いきなり。お姉ちゃん、ちょっと足臭い。ほら君たち早く起きて、目の前にお菓子のお家があるよ。本当にお菓子のお家なんてあんの？嘘ついたら怒るざますよ。いいからいいから、君たち早くついてきな。ほら、あれがお菓子のお家だよ。わあ、本当だ、すげえ。ねえねえ、あそこの部屋涼しい？ええ、もちろん、とっても涼しいわよ。どんなお菓子あるの？どんなお菓子があるかは自分の目で確かめてみなさい。
今日は大量だわ。それに美味しそうな子供たちばっかり。ああ、早く食べたい。さあみんな、もうすぐお家に着くわよ。やっぱりおかしいよ。だってここどこかわからないもん。知らない人からお菓子もらっても食べちゃダメってママとパパにも先生にも言われたよ。この子だけは少し厄介だな。先に始末しておくか。ユーゴ、手を出しちゃダメ。子供たちは生きたまま食べた方が数倍甘いんだから。ワク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 。ここなんか暑い。本当だ、夏なのにお鍋してるの。今はあちちち様に会いたくない。おいサトシ、あれ見ろよ。子供が焼けてる。嘘だ。そんなの絶対ないよ。あら、昨日食べた子元気だったからあんなにはみ出しちゃったのね。さ、もう我慢できないわ。誰から食べようかしら。どれも美味しそうだからな。サトシくん、早く逃げよう。そうだね、早く逃げよう。おっと、逃がすわけないだろ。残念だったね。僕たちは人食い魔同士なんだ。人を食べることによって魔法が使えるっていう意味嫌われた魔法使いの一族なんだ。まあだからこんな山奥に潜んでるんだけどね。その中でも子供は特に美味しいのよ。ぶっちゃけあんまり誘拐ばっかりしてるとそのうちバレそうだから毎回居場所を変えるのがめんどくさいけど。食べられるなら大河に食べられたい。ちょっと待って、よく見たらあそこにめっちゃキノコ生やしてるから私選ばれる可能性あるかも。やだ、どうせならあのイケメンに食べられたい。絶対あの子は毒キノコな気がする。それじゃああなたにしようかしら。あー、やめて、食べないで。お姉ちゃん、あら、あなたたち姉妹なの？それはいいわ。まずはお姉ちゃんからゆっくり味わってあげる。やめろ、レイちゃんを離せ。まあ、かわいい子、元気がいいのね。食べがいがあるわ。でも、今は邪魔。サトシ、大丈夫？それじゃあ、いただきます。やめて。何これ？まずい、まずすぎる。あっため、まずすぎて意識が。姉さん、どうしたんだい？しっかりしてくれ。レイちゃん、大丈夫？なんかわかんないけど助かった。お姉ちゃん、なんか今日お姉ちゃん臭かったよ。んとね、ニンニクっていうのを丸かじりした。そしたらママにすごく怒られた。なんだと？子供がニンニクを丸かじりして食べただって？ダメ、本当に、なんだったらまだ臭いもん。ここか、人食いの魔法使いが潜んでいるのは。もうじき魔王様がやってくるからお前たちは逃げられんぞ。こうしてこの魔法使いたちはセバスたちに捕まり、子供たちを食べることもできなくなり、魔法も使えなくなりましたとさ。むむ、この匂いは何という魔法を使っておる？それ、レイの匂いだよ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。ツイッターもやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。